はい、皆さんこんばんは。今からね、この間来た六角堂の夜番、この辺りからもう何か感じてたりします？もう来とるな、しかないけど、寒さと怖さと愛しさと怖さと寒さとまだまだ余裕あるようです。余裕はないよ。でもあれだね、あなたが率先していけるあたり、まだ余裕あるな。余裕だね。ポツポツと現れましたね。うわ、不気味。さあ行こうか。まずの切り替わりの速さ。さあ、今来ました。とうとう来ましたよ、愛知県最後の愛知県最後のスポット。いやでも本当にね、愛知県の心霊スポットのなんか外れ率のヤバさがヤバいから、マジで愛知県ここで最後ちゃうかなって思ってる。なんかたまたまね、通った神社がヤバいとかじゃない限りは。なんか俺ここ怖い、うん、不気味だな、ね、おや、もうこんななんか階段登ってすぐで置いちゃうぐらいやばい感じですか？やばいな、動画撮ってて。やべえな、やべえなちょっと怖えな俺。ああ、やっぱりなんかランク違うとこっすか。うわ怖えな俺どんな感じ？あの昼来た時よりも凶悪？怖えな実況は怖えなしか出ねえんですけど俺。あの渦巻いてるのがさらにレベルアップ、うん、いや止まってるむしろ。六角堂と冬の寒さじゃないけど、この雰囲気の中で、うん、オーブが取れない。おや、オーブも怖くて近寄れないってこと？これは異常だぞ。ライト今全消ししてるから映る条件自体はあれなはずなんだけどね。いや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 、ちょっと待て。でこの奥になんか昔の人の像があって、こちょっとこっち行くとお狐様のとこ、前回はここがやばいと。やっぱりこのなんか狐のとこが見るべきスポットなのか。うわ、あ、は？同じとこ行ったけど、もう計画されとる。赤色になってる。今さ、あなたのそのデジカメ構えてる画面越しからも、俺からでも分かるよね、やばいの映ってる気がしたけど、うん、完全映やばったやべえぞ、どうしよう。さあ、ではちょっと回ってみましょうか、うん、一通りなんていうの、建物ちらっと見たい、うん、ねえ、このお狐様からでいい、うん、どうです、やっぱりここが渦の中心。これ立たれるか俺ら。おっと過去一で不安な用語が出てきたぞ。やべえなここ、マジやべえここ。ちょっと俺たち何かもしれないの。
一通りあなたも電気つけてやってみて、撮ったら見てていい、うん、いい、あのカメラの邪魔するかなと思ってあれだったんだけど、キツネ様がいてっていうかさ、一通り勝手に見といていいよって言うけどさ、あのかっちゃんがさ、ここから先は入っちゃダメだよ的なことを言ってくれるラインがないからさ、ワンちゃん俺たたられるよね、これいいのか。お犬さん、まあ、ここはあんま大したことないとお昼の時点で来たから、ね、そういや、お昼の時もここまで近寄ってない気がする。前田家記念堂、前田公園が行くから、やっぱりこれ、なんていうの、狛犬じゃないよね。何犬？この地下になんかやばいよっていうのはあるけど、絶対なんていうの、狐様からの流れ玉だと思うんだよな。なんかあるな、なんだあれは。祖先感謝の日、記念碑。はーん、お昼の時にはこんなの見てなかったっていうあたり、俺らの昼探索の甘さよ。夜晩のなんか偉い人の像のとこ、誰かわかんないで、お狐様のとこ、ここの鳥居をかっちゃんはもうお昼の時点でくぐりたくないって言ったから、俺行くったけど、今日はさすがにやめとくか。かっちゃんが怖いって言ってるからな。まあ俺はそんなの大半無視して進んでた覚えもあるけど、よいしょよいしょ、階段、え、めっちゃ進むじゃん、めっちゃ走ってくじゃん。夜景が綺麗、もう登るのいい。えれ、そうね、思った以上にあるね、まだ、うん、すげえあるぞ、あるこれ、ほらすげえあらへん。どうです、ここから見た感じ、上は特にもう何もない感じ、行きたくない気分、どっちの意味で怖い、上は上で良くないものあるのか分からん、登る気もない。すげえ階段、行ってきて、本当に行っとる。だけだろ。さあ、一人でまた行かされるよ、これなんかとんでもないの連れてくる可能性あるけど。なんだあれは。大山なんとかさんの像跡、第二次大戦中、金属不足により像は国へ提供された。つまり何なんだよ、ここは。何もないじゃないか。女性の声が聞こえるぞ。女性の声、綺麗、ほんまや、ほんまや、ね、ピンポケしてんだよな。しょよーこーしょ、やべ、帰る、よくない感じですの、匂いが変わった、将軍図か、ほう、撤退じゃ、撤退じゃ、すごい最強だね。愛知県最強確定ですか、確定だな、
夜景以外のものが映りましたか。なあ、やべえな。これ見えた。もう帰った方が早い。いやもう探索30分しかしないよこれ。今までない。え、あのさ、うん、ズームになってから戻る、ほら。こうやろう。光に合わせるかって言ったら光消すんやで俺。はい。一回ズームになるね。どっちかに、向こうの光かどっちかに。それが邪魔する。ここ。ああ。今後ろ。惜しい。くそう。なんていうか経験則なんだけどさ。うん。この動きをしてくるタイプの幽霊って良くないやつしか記憶にないんだけど、かなりやばいタイプしか、いわゆるもや映るタイプと同じような動きをしてる気がするんだけど、気のせい、もう凶悪度がそれと似てる気がする。背中と腹の温度差が違う。俺カイロ張ってるわけでもないのに、もう寒い寒いの一点張りや。背中の方がやばいの。いうことは後ろか。後ろだな。ほら、パチ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 。おお。いや、皆さんここ怖いぞ。遊びで来ない方がいい。多分愛知県だと有名な心霊スポットなんだろうけど。有名なんでしょうか。わかんないんですけど、僕はここ。うん、ただよく六角堂って言ってね、うん、YouTube で検索したらまあまあ出てくる場所、まあまあ出てくるとこやから、一回来てみたんですけど、どう、うん、一番やばいのは六角堂云々よりもあの狐のところですね。足音聞こえるよね。誰かおるの。ほう、ちゃんと見つめるな。言うて夜9時です。いい運動になるもん。ここ階段の上り下りは。誰かおる。ほら見て見てねえ、うん、見て。俺ズーム触ってねえのにズームになったね。今ピーって動いて、ほらほら、うんうん、だろう。確かにズームにはなってるけど、俺触ってねえもん一個も。今シャッター押しとったらずっとズームになってってる。ほら、やっぱしおるやん。ここへんおるって言った時にズームで映らんかったもん。あ、やっぱり消えた。あ、大きいのがおるよ。カブトムシみたいな反応するけどさ。ヘラクレスみたいなやつ。あ、消えた。あれ、まあいいや。今、本当にマジでシャッター押そうとした上のやつがフィーって出てきたで。ここのボス、ボスではないんだけど、映してもらいたくないんだけど、重いんだから。ああ。いや、今の本当ですよ、本当。あ、ちょっと待って、ここにおる。くそ、開け、こっちだ。さあ、で、皆さん来てみました。落ち着かない。落ち着かん、俺怖い。怖くない？俺やっぱりなんかいろんな心霊スポット行っててさ、慣れてきてる感あるわ。あのさっきのさ、階段一人で登って行ってみだってさ、昔の上なら絶対やらんもん。よし、行こう。もうこれ以上やばい。これ以上行くと俺は責任取れるの。責任取れるの。俺が怖いもんね。ここはやっぱりそういうなんかふざけてったらたたられる系ですね。うん、結構たたられてなんかある人多いね、ここ、うん、やば。どうもありがとうございました。お邪魔しました。ありがとうございました。お邪魔しました。すげえな。帰り道にもいっぱい、うん。今
今ぶっちゃけ、はい、こっち側、こっち側に、はい、本当に青白い女性がいるんですよ。ほう、こっち側にね。で、こっち側に、はい、右側にすごい怖い顔した男の人でしょう。短髪だから。この間あの六角堂の中から見てた人。そう、六角堂から今出てるんだ。出てるんだ。うん、顔覗かせるね。でもこの階段より下には来ない系ですか。うん、来ないな。あ、やっぱりこのエリアの守護者ですか。まあ正直霊感あってね、いろんなところ行ってるアートがね、帰るって言ったらね、相当やばいんだろうなっていう。いや、ここはすいません、本当に昼も夜も舐めてます僕は。だけど怖い、すごい怖い、未だに怖いもん。だいぶ駐車場まで離れたんだけどね、距離は。怖くね。多分画像見た人絶対怖いと思うぞこれ。ああ、うん、明確にここやばい場所やんけっていうのが霊感ある人は分かる、分かるぞこれ。画像で撮れると思う。